いや、お疲れ様です。まあ衰えてきてますね。やっぱりね、回復が遅くなることと瞬発力がなくなってくる、スタミナがなかなかなくなってくると。まあでもこれは若い頃はじゃあそれほどまでに鍛えたかっていうとそうじゃなくて、単なる体幹とかノリで、培われたんですよね。まあそれはやっぱり普段こう体を動かしているその量が全然違うでしょうね。今こうやってほとんど座りっぱなしで走ることもないですし、ゆっくり歩くぐらいなんで、だん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 こう走る筋肉もなくなってくるし、走るためのね発想も脳もなくなってきますよね。腕立て伏せをやろうぜと思ってもやる気力がないですよね。まあ以前はねポン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 やっていたんですけども、まあ、そういうの感じるから、じゃあ今50代だからこそキックボクシングを始めないとなとかね、体全体を動かすことを意識しないとなと思ってやってるんですよ。でもそうなるとね、やっぱね、あの24時間意識するんで、徐々に体とか心ってそっちの方に触れていくなと思いますね。だからどっちに向かおうとしてるのかってことが非常に大事かなと思います。で、本当にちょっとしたことなんだけども、あ、ここで体を動かしておかないとって思ったりとか、もしかしたらあのステップワークっていうのは私やってるんですけども、普段の靴だったらステップワークできないんで、今日はもしかしたら5分でも10分でも、いやいや30秒でも時間があったらシャドーボクシングするかもしれないなと思ったら、外に出るとき履いていく靴が違うんですよ。そのぐらい小さなところから変わってきますんで。で、まああのエントリーシートっていうねイベントがあって、それはね自分のファイティングポーズを自撮りしてそれを見せ合おうみたいな、そんなねイベントなんですけども、これも結構ね楽しくって、こう構えが徐々にこう格闘家らしくなっていったりするのが自分でも分かるんですよね。だからやっぱその道の型を作ればその道の人になっていくのかなと。今ね私シャドーボクシングしたら、この人はちゃんとトレーニングを受けてる人なんだっていうふうに分かるぐらい変わりましたからね。自分でもすごくかっこいいなと思うぐらいシャープになってきて、いやこの4ヶ月ねずっとやってきてよかったなと思いますし、今度ねこれからの4ヶ月私10月1日の試合に向かっていきますからね。だからスタミナもついてきましたし、気合もついてきたし、それからまあシャドーボクシングしかできないんですけどもね、スパーリングはできないんですけども、でもその分だけあの何リアルジムに通ってる人以上にやんないといけないなという気持ちも出てきたかなと思います。で、私いつもねこれ例えるんですよ。私がこの50歳になってで1年以内に試合のリングに立つ、公式の試合のリングに立つってのはどういうことかっていうと、50歳からネットビジネス始めて1年以内に月収30万を達成するようなもんじゃないかなと思うんですよ。だから今までずっと私はそれを人にやらせてきたんですよね。で、大変だろうけどもどうかなっていうところはあったんですけども、自分でね種目を変えて一からやってみたら確かに大変だなと思うし、でも日々意識が変わって他のことが忙しいからできませんっていうね事情もまあ分かるなと思ったりとかね、そういう新しい発見も結構あったかなと思います。ただやっぱりね、あのビジネスで培ったマインドはこっち の格闘技の方にも生きるんではないかなっていう証明にもしたいんで、まあ私はずっとね30代は麻雀、40代はネットビジネスで座りっぱなしの人生を送ってきましたけども、こっからはねどんどん逆に動いていこうかな。だってほっといたら衰えるんだもん。30代40代の時はほっといても衰えなかったんですけども、50代はさすがにね衰えるんじゃないかなと思いますんで、今のうちに動いていこうかと思いますね。いってらっしゃい。